こんにちは、柴田です。今回はセミアコの鳴らし比べです。この鮮やかなレッド、こちらはですね、ギブソンの ES335 メンフィス工場時代に製造されたものになっております。メンフィスはですね、2018年に閉鎖されているので、今ね、結構レアな機種となってきております。そしてこちらがヤマハの SA1200 ですね。これ1980年製のものになっております。このギブソンとヤマハを今日鳴らし比べていくんですけれども、セミアコっていうのはね、結構偏ったジャンルの人が使っているようなイメージがあるかもしれませんが、実はめちゃめちゃオールマイティに使えるギターです。このヤマハの SA1200 はもう8年ぐらい前に購入して、もろもろメンテをしながら、まあナットを交換したり、このね、中もね、配線は全て交換しております。でもね、なかなかね、こう使う機会がなくて、ずっとハードケースで眠っていたんですけれども、この度ね、ふつふつとセミアコ引きたい症候群がですね、湧いてきたので、ギブソンの ES335 を千葉管楽器さんからお借りしてきて、こういった鳴らし比べをやることになった次第でございます。まずは生音を聞きいただきたいなと。なんかセミアコって生音が非常に重要な感じがしませんか？まあ、どのギターもそうかもしれないですけれども、なんか特にね、気になるところです。ではまずヤマハからいきましょう。非常に綺麗。なんかカラカラ、なんか まあいいや、とりあえずギブソン行きましょうかね。あ、こっちの方がね、深さがある。大きいのはね、ヤマハかな、生音。でも深さがある。重量的にはね、こっちのギブソンの方が若干軽いです。では鳴らしていきます。めちゃめちゃ綺麗ですね。ヤマハのね、SG1000 もそうなんですけど、結構ね、暴れる感じ。なんか賑やかですよね。 ES335 はもうめちゃめちゃ上品な感じ、心に染みるような感じだったんですけれども、これはね、結構これ暴れてわっと外に行ってくれる、なんか強さがあります。ではちょっとドライブをかけて、嫌です。
かりしていて、なんか上品さがあってまろやか。そうそう、ちょっとね、これをね、弾いてみたくて。ヒムロックのスコールでした。ちょっとね、タッチング。なんかジャックが折れてる？これカチンってなんなくなってる。おお、事件ですね。暴れるというか、賑やかですよね。というふうな感じで、ギブソンとヤマハ鳴らし比べてみました。やっぱり、ね、おしとやかで上品なこの ES335 というふうな感じですね。なんというかね、このレスポールとかよりもいろんなジャンルをなんかこう弾きたくなるような気持ちにさせてくれるギター。そして何よりこれを持っているとちょっと上手くなった気がする、大人になった気がするというか、まあそういうギターですね。とりあえず僕のヤマハ SA1200 はね、ジャックがちょっとぶっ壊れたみたいなので、千葉管楽器に持っていきたいと思います。というふうな感じでシーバードでした。ありがとうございました。